アメリカ合衆国のサラブレッドの競争馬である。現役生活10年間で1914年のケンタッキーダービーをはじめとした多数の競争で勝ちを挙げ、後の1968年にアメリカ競馬殿堂入りを果たした。20世紀初頭のアメリカの大バッシュジョン・エドワード・マッデンによって生産された競争馬の一頭である。 父アンクルは20世紀初頭の名手ボバスターシュートの3区で、サラトガスペシャルステークスにおいて、コリンの市場審査2着に入った程度の戦績の馬で、オールドローズバドは、その初年度3区であった。生まれてほどなくして虚勢が施されている。1歳の時にイヤリングセールで売りに出され、調教師のフランクウィアーが500ドルで購入、同馬を、チャーチルダウンズ競馬場職員の ハミルトン・アップルゲートと共同所有した。場名は、アップルゲートの家族が経営していた、醸造所が出しているウィスキーのブランドに由来した。1913年2月に、ウィアーの下で、デビュー、メキシコのフアレスで行われた、ユカタン・ステークスで勝利すると、以降フラッシュ・ステークス、ユナイテッド・ステーツ・ホテル・ステークスでの勝利を含む14戦12勝を挙げた。 二歳の末に怪我を負ったため休養を取ることになったが、それまでの期間でトラックレコードを4回も更新していた。明けて1916年の3歳シーズンオールドローズバドは3歳初戦を10連勝で飾ると、ついで出走したケンタッキーバービーにおいても2着場ホッチに8場審査をつけて優勝、11連勝と同時に同競争のレコードタイムを更新した。 このレコードタイム2分3秒に5はその後16年間破られることはなかった。アップルゲートはあれほど強い馬は見たことがないし、すごいレースも随分見たと思うけど、とにかくあの強さは異常だと語った。しかしその3週後、当時ベルモントパーク競馬場で行われていたウィザーズステークスで不慣れな右回りのコースに混乱して、最後まで手前を変えなかったために転倒し、 その際に、屈ン炎を発症して、長期の離脱を余儀なくされた。オールドローズバドは休養のために、テキサスに移り、そこで、約3年の間休養に時間を当てた。1917年、6歳の時に競争場として、復帰した。オールドローズバドは、長長期の休養明けの6歳以とは、思えない走りを見せ、クラークハンデキャップ、クイーンズカウンティハンデキャップ。 デラウェアハンデキャップ、カーターハンデキャップ、レッドクロスハンデキャップなど数々のハンデキャップ競争で勝ちを挙げていった。最終的にこの年21戦15勝の大活躍を見せ、後に同年の最優秀ハンデキャップ場に選ばれている。しかし、オールドローズバードはまたしても怪我により、長期の休養に入り、7歳のシーズンを丸々棒に振ることになった。 1919年、8歳の時に、再度の復活を果たした。すでに前世紀のような実力は失われていたが、8歳の時には30戦して9勝を挙げた。後年も、各年で勝利を挙げていたが、クレーミング競争への出走も多くなっていた。1921年9月に40勝目を挙げたが、以降勝ち星は得られたなかった。1922年、 5月17日のジャマイカ競馬場でのクレーミング競争において7着に敗れたのが最後の競争となった。それから4日後、オールドローズバドは調教中に故障が発生し、結果5月23日に重殺処分となった。ウィアーは後に、オールドローズバドは一生のうちに一度見られるかないかの馬だった。彼は私が持った馬の中で最も速い馬だったと。 確信している。もし彼がもっと丈夫であったら、我々は今、オールドローズバドはどれだけ、速く走るであろうか、などと語らないだろう。と解雇のコメントをしている。また、主戦機種であった、ジョン・マカベイは後に、オールドローズバドは、連中より速いぜ。連中ってのは、マンノーオーとカウントフリートとセクレタリアとさと語っている。後年、アメリカ競馬名誉の殿堂博物館は、 ドーマの競争成績を称えて、オールドローズバドの殿堂入りを発表した。当時はグレードへ未導入。ありがとうございます。